トラウトニウムはフリードリヒ・トラウトワインによって開発された電気楽器である。名手にはオスカル・ザラが知られている。オンドマル・トノやテルミンに見られるように当時の電気楽器は同時発音数に非常に乏しく単音だけ何とか出せるといったことがほとんどであった。そこで副音や部分音を豊かに出せる楽器として考案されたのがこの楽器であるテレフン券ンが発売した。 鍵盤はないものの、二段構えにしたクラビコードのように、右手と左手用の操作段を持っていることが、温度マルトノとの決定的な違いであり、発音した音を視聴型発信回路他で変調し様々な音色効果が発生できることが売りであった。3話音を同時に発音したままグリッサンドできる、など温度マルトノでは、不可能な性能もある。 開発元のドイツ本国では多少は珍しがられ、ヒンデミット、ゲンツマーなどにより競争曲が書かれたものの、オルガン化ハーモニウムをモチーフにした、鍵盤楽器的な発想から全く逃れておらず、後発のハモンドオルガンに人気を奪われて衰退した。実際オスカルザラが出演したプロモーションの動画においても、パガニーニの起草曲を編曲して演奏しており、 電気ピアノができたという宣伝のされようであった。効果音としてはアルフレッド・ヒッチコックの鳥でこの楽器の音を聞くことができる。現在はいくつかの機能を加えピーター・ピッチラーが復元したミクスチャートロートニウムがたまに演奏されることがある。ありがとうございます。